リージョンコード、リージョンコードは DVD ブルー、レイディスクやゲームソフトなどが販売及び利用される地域、リージョンの情報を記載した情報コードである。リージョンコードを採用している企画では商用パッケージソフトのリージョンと利用する機器のリージョンが一致しないと再生できないようアクセス制御される場合が多い。理論的にはこの規制によって販売者が 地域ごとに内容、発売日、価格を調整できることになる。なお、ゲーム業界の場合、英語圏では、とも呼ばれる。DVD ビデオの企画を策定する際に、映画業界の要望によって導入された。例えば、ハリウッドの大手映画会社が制作した映画作品は、世界中で上映されるが、日本では、北米に比べて、数ヶ月遅れて、 上映開始となることが多い。日本での公開時にはすでに北米版の DVD が発売されていることがあり、消費者が輸入版 DVD 購入に流れて映画の興行収入が落ちる子を防ぐ目的がある。輸入版の方が安価に購入できることや、日本国内で販売されないリージョン1の DVD、ビデオソフトも数多く存在することにより、 輸入版 DVD ビデオを視聴したい消費者にとってリージョン制限が脳の種となることがあり消費者にはメリットのないものと言えるどのリージョンの DVD でも再生することが可能なリージョンフリーのものやまたはそのように改変することができる DVD プレイヤーが一部のメーカーから正規販売されているヨーロッパではリージョン2に加えて サブコードの D1、D4 が存在する。D1 はイギリスのみで販売されている DVD。D2 と D3 はイギリスとアイルランド以外で販売されている DVD。D4 はヨーロッパ全土で販売されている DVD に付されている。1枚の DVD に複数のリージョンコードを付すこともできる。 例えばリージョン2と4が付された DVD はリージョン2.4両方の地域で流通、利用が可能。リージョンウォールというリージョン1から8の8種類のコードが付された DVD もある。日本とヨーロッパが同じリージョンに含まれているが映像規格が異なる NTSC とパルため日本でヨーロッパ向けの作品を再生できない場合もある。ただし、 一部のパソコンでは再生できることもある。コンテントスクランブルシステム、CSS を解除できる DVD リクリプター、DVD シュリンクなどのソフトウェアであれば、特定のリージョンコードが付された DVD をリージョンフリーにして複製することできる。また、台湾や香港などでも DVD の複数リージョンに対応し、NTSC とパルの切り替えスイッチ付けで、さらに、 VCD や CD-RW なども再生できるほぼ万能のプレイヤーが販売されているため様々なフォーマットの映像ディスクが混在して販売されている DVD プレイヤーにもリージョンコードが付されている DVD メディアとプレイヤーの両方のコードが一致した場合にその DVD は再生可能となるリージョン例の DVD プレイヤーも存在しており リージョン1から6すべての DVD が再生可能である。これに対し DVD メディア制作側はリージョナルコーディングエンハンスメントスという制御技術を開発している。通常はプレイヤーが DVD のリージョンコードを認識して再生の可否を判断するがスでは DVD がプレイヤーのリージョンコードを称号し DVD 側のコードと一致した場合にのみ再生を化する。 プレイヤーがリージョン0である場合は、フ一ッチとされ再生されない。オーストラリア公正取引委員会は、リージョン制限をする DVD プレイヤーについて、取引観光法に違反する恐れがあると警告している。ニュージーランド政府も同様の判断をしている。ブルー、レイディスクでは、DVD ビデオに引き続き、リージョンコードを導入した。下記3地域に分類される。 amazon.co.jp など、EC サイトが発達している現在においては、外国版を輸入することは、さほど難しくなく、日本国内の業者がこれを販売することも増えて、きている。DVHS では、パッケージ企画、D シアターで、リージョンコードが導入されている。パッケージとデッキのリージョン番号が一致しないと、再生できない。ゲーム機でも、 地域別再生制限がかけられているものがある。ロムカセットが主流だった時代には、例えば任天堂のスーパーファミコンとエッセニス、セガ、後のセガゲームスのメガドライブとセガジェネシスなど、販売地域ごとに形状を変えて本体への挿入を物理的に難しくすることにより、他地域で発売されたソフトのプレイを制限する例もある。これは、 本体とカートリッジの間にアダプタを介することで、制限の回避が可能だった。ファミコンとネスの場合、初期型ネスではを本体とゲームカセットの間に差し込む、だけで、ネスの蓋が閉まらなくなるもののファミコンのゲームもプレイ、できた。スーパーファミコンとエセニス、メガドライブとセガジェネシスの場合、相互互換を可能にするコンバータがあった。なお、後期型ネス、 外見上は初期型と同じでは対策が打たれ起動しなくなった。また、後発のエセニスソフトには、コンバータの機能をブロックするための金具が付けられているものがあった。光ディスクが採用されてからは、ソフトウェア側でリージョンを設定することが一般的となった。例えばメガ CD セガサターン、プレイステーションドリームキャスト、プレイステーションニンテンドーゲームキューブ VX バックス、 Xbox 360などはソフトウェアとハードウェアの両方にリージョンが設定されている。ソフトのリージョンとゲーム機本体のリージョンが一致しないと期することができない。なお、本体を改造して強制的にリージョンを突破しようとした場合はメーカー保証は無効となる。一方でリージョンが設定されていない、あるいは設定自体はあっても制限されないゲームソフトや ゲームハードも存在する。ゲームボーイ、ゲームギア、ゲームボーイアドバンス、ニンテンド、DS、DS ライト、ニンテンドスイッチは、例えば、アメリカで発売されているほとんどすべてのゲームソフトを、日本使用機でもプレイできる。プレイステーションポータブル、プレイステーション3、プレイステーションビタ、プレイステーション4でも、プレイステーションミニツが、日本使用機で、プレイできないのを除けば同様である。 しかし、その逆の日本版のソフトと他地域のハードの組み合わせでは起動できない場合や不都合が生じる場合もある。なお、リージョンが設定されていない場合でもゲーム機本体に設定のない言語のソフトを使用すると不都合が生じる場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。